どうもガーデンアーティストの金井良一です。この度金井スタイルの YouTube チャンネルを始まりました。皆さんこれからよろしくお願いいたします。もう一度ありません。だからあんまり分かってないんだよ。だからあれか、自分の今やってる仕事を皆さんに少しでも伝えたいという気持ちはあります。はい、いませんね、あんまり。見た人から聞くという状態です。あ、これは絶えず見てますと言った方がいいの素直な愛でいいんでしょうか。はい、あまり見ないです。テレビ人間です。今70、気がついたら79歳になってました。10個。あ、69歳今69歳です。いやいや、これ年齢、そうですね、なんかこう思いついたとこが始まりかなと思って、年齢あんまり関係、 YouTuber っていうのは関係ないんじゃないかなって気がしたもんで、始めようとしました。はい、とかれこれ学生から言うともう45年ぐらいですかね。もっとか、40、そうです、47年ぐらいですね。はい。お客さんがいて、それでお客さんが要望があれば、まあ動ける範囲。まあ今いろいろと協力してくれる方がいますもんで、ですからまあ多少力がね衰えてきますけど、まあどうにか怪我しなければやっていけると思います。はい、いやいや、もうこれはね、全然そういう造園のゾの字も知らないで、たまたまこう浪人時代旅して出会って、そういう大学に、それが造園だったと、たったそれだけで造園を始めました。個人の庭っていうのが始めたのは40代から、その以前は公共関係の公園とかそういう工事がまあ 主だったんで、だから何年なんでしょう、まあ大小ありますからね。まあ長い工事は1ヶ月2ヶ月かかりますし、まあ早いとこは2、3日終わる場合もありますし、まあそういうものを含んだら1000件ぐらいですよね。40年で20件としたって、1年間20件としたって1000件以上ですよね。いや、心がけてるっていうのが、まあ怪我しないっていうことですよね。まあ仕事どこでもそうですけど、安全に早く手際よく、まああとはお客さんの要望を聞いた、それを現実的に形にしてあげるという仕事だと思ってますから、お客さんの要望に対応できるような、ま、窓口っていうか、一応技術っていうか、そういうものはやっぱり身につけようという形で来ましたですね。
難しいな。あんまり進められる職業でもないしね。今から進めるアドバイスとしたら、外でできて結構面白い、自分の感性もこう活かせるし、植物との触れ合い、いろんな形で肉体労働であるけども、なんか非常に日本の植生を覚えたり、いろんな形で育てたり、ちょっと農業的な、ちょっと漁業的な、ちょっと林業的な、ちょっと建築的なとか、なんかいろんな要素が入ってるのが造園の面白みというような感じがします。関係ないですね。デザインももう自分でデザイン的なそういう表現もしたいということ形も、アート的な人もできますし、方向に持っていけますし、ただの肉体的にグワッとハード的にも持っていけますし、そういう面白みがあります。だからこそなんか自分で作ると面白みが あると思いますね。今まで、短い時間で我々の仕事を表現したいっていうか、前後ってビフォーアフターで前後っていうで、そのやってる過程なんていうのをうっとこういうよ、もっとそういうものにおいては適してるっていうか、結構面白く見られるという、もっと分かりやすいのかなと。で、技術的なものに関してはそこはまた違った形でゆっくり丁寧に、で、情報的なものをホームセンターだけでできるものとか、そういうのはまた教えて発信したいと思うし、それはもう本当に子供のためにパパが頑張るようにコンパネ一つで犬小屋ができるとか、もうそういうことはもうどんどん、ね、発信していきたいと思います。とにかく楽しもうと、余暇を奥さんもお父さんも一緒になって、なんか自分たちで作る、楽しんでもらいましょうという。これから、この年でも再度チャレンジしていきますので、面白い情報を発信します。よろしくお願いいたします。